どうしてこんなに素敵なことが立て続けに続いているの？あの人のおかげかな？この人のおかげかな？思い当たる節しかありません。当たり前じゃないありがたい出来事、思い当たる節しかありません。どうしてこんなに大自然が喜んでいるのかな？あの人のあの行動かな？この人のあの心遣いかな？思い当たる節しかありません。すべてはベストタイミング、ありがたいよめでたいな。思い当たる節しかありません。思い当たる節しかありません。頭では分かっていたけど、こんなにも素敵になると、こんなにもびっくりになることでも、本当に叶った出来事、思い当たる節しかありません。目の前で実証されて、すべてはみんなのおかげさま、思い当たる節しかありません。両親の力は限りなく偉大で、ただただ笑い、ただただぶち感謝、毎日が笑い泣き、旧友の影響力は絶大で、今まで出会った人たちの素敵な感性のお福分け届いているよ。素敵な人たちで形成されて、目の前の人は今現在の自分へのプレゼント、未来の素敵な人たちにありたけのギフトを届けられるのは素敵なみんなからのお福分け。すべてはベストタイミング、ありがたいよめでたいな。今生きてる僕たちがこんなにも幸せなのは、未来の人たちが幸せにあるようにと、一生懸命生きてきた先祖や仲間たちのおかげがあるから、溢れんばかりの幸せが少しでもあの人に届きますように、全部あの人に届きますように。この文章をかけてること、あの人の体験があって、この人の体験があって、全部喜びごとは自分ごと。この文章をかけてること、あの人の体験があって、この人の体験があって、全部喜びごとは自分ごと。思い当たる節しかありません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 。すべてはみんなのおかげさま、ありがたいよめでたいな。自分たちのいる世界を選択する達人だね。そこを選べば360度、どの方向を見ても嬉しい、楽しい、ワクワクしかない世界。嬉しい、楽しい、ワクワクしかない世界。そのリアクションが選択する達人の技。
その波動の作品、選択する達人の技、その喜び方、選択する達人の技、その行動こそが選択する達人の技。どの場所で誰のために何を出すか、どう出すか、ただそれだけ、ただそれだけ。自分たちのいる世界を選択する達人だね。そこを選べば360度どの方向を見ても嬉しい、楽しい、ワクワクしかない世界。嬉しい、楽しい、ワクワクしかない世界。その家族の話、選択する達人の技。そのふるさとの話、選択する達人の技。その先祖の話、選択する達人の技。その子供の話、選択する達人の技。どの場所で誰のために何を入れるか、どう入れるか、ただそれだけ、ただそれだけ。自分たちのいる世界を選択する達人だね。そこを選べば360度どの方向を見ても嬉しい、楽しい、ワクワクしかない世界。嬉しい、楽しい、ワクワクしかない世界。場所で誰のために何を出すか、どう出すか、ただそれだけ、ただそれだけ。自分たちのいる世界を選択する達人だね。そこを選べば360度どの方向を見ても嬉しい、楽しい、ワクワクしかない世界。嬉しい、楽しい、ワクワクしかない世界。世界は優しい、全ての魂が共振してる。宇宙は愛しい、命の源にこうして気づけた。幸せ満ち溢れた心の中の世界に感謝を届けられた時、誠が実り心に虹がかかっていく。新たな旅がそこから始まる。優しい、すべての魂が共振してる。宇宙は愛しい、命の源にこうして気づけた。幸せ満ち溢れた心の中の世界に感謝を
届けられた時、誠が実り心に虹がかかっていく。新たな旅がそこから始まる。その当たり前のようにやってる特技の素晴らしさ、表立って応援しているよ。どれだけすごいことか知ってますか。物語が360度、どの方向から見ても最高。スペシャルハッピーな一日に自分自身の心を決めてるから、そこに向けてワクワク想像して、動いて連絡して確認して、その過程をのびのび進んでく。遊び心それ万歳。なるほどね、エネルギー充電がうまい。なるほどね、目の前の人を主役にして、そういうことか。感謝と尊敬でつながり、その瞬間を信じきってるんだ。その瞬間を信じきってるんだ。本編は自分で作る世界、作品もイベントも人間関係も、あなたのつけた足跡にゃ綺麗な花が咲くのでしょう。本編は自分で作る世界、誰もかけがえのない時代、一人一人みんなが主役、宇宙最大のギフトなんだね。さあ今日も思う存分に物語を本当にするお仕事、レッツゴー。君のその思い切り楽しんで、見えない場所での心の選択だから、また引き寄せた強運力。どれだけ尊いことか知っていますか。物語が360人、どの人が体験しても喜び、シンクロニシティな一日になった。こんなにも緩んでる心柔らかく、そのことを思うだけで感動の涙、関わる人も場所もほころんでく。その綴る文字を形にしていく、いたずら心それ万歳。そりゃすげえユーモア変換が綺麗、そりゃすげえ原点の人感謝して、想像以上歩く軽くワクワクで、そのひらめきを信じきってるんだ。そのひらめきを信じきってるんだ。本編は自分で作る世界、作品もイベントも人間関係も、あなたのつけた足跡にゃ綺麗な花が咲くのでしょう。本編は自分で作る世界、誰もかけがえのない時代、一人一人みんなが主役、宇宙最大のギフトなんだね。さあ今日も思う存分に物語を本当にするお仕事、レッツゴー。うまくいってる人は自分を信じきってるんだ。うまくいってる人は自分を信じきってるんだ。自分を信じきってるんだ。本編は自分で作る世界、作品もイベントも人間関係も、あなたのつけた足跡にゃ綺麗な花が咲くのでしょう。本編は自分で作る世界、誰もかけがえのない時代、一人一人みんなが主役、宇宙最大のギフトなんだね。さあ今日も思う存分に物語を本当にするお仕事、レッツゴー。
ありがとうございました。おかげさまで今の私がここにあります。あの時に出会っていなければ、今の私はここにいませんでした。新しい世界に飛び立つ時、物事がうまく聞いてると大きい。素敵な人たちに共通しているのは、みんな幸せ、上手な達人たち。幸せ上手な達人たちは、記憶の使い方がとってもうまいんだ。本人が忘れていることを面白おかしくうまいこと話すんだ。幸せ上手な達人たちは、言葉の使い方がとってもうまいんだ。本人がいてもいなくても、誰もが笑顔になってしまうんだ。よくそんなこと覚えてるね。わざわざそんな挨拶しなくても、だけど話してもらえたその時は、心がほっこり温かくなるんだ。どんな小さな出来事も、どんな些細な出来事も、何度も繰り返し話をして、その人の魅力を面白おかしく伝えるんだ。幸せ上手な達人たちは、素敵な言葉を聞くのがうまいんだ。他の人には聞こえない言葉も、素敵にヒアリングできちゃうんだ。幸せ上手な達人たちは、素敵な香りの場所を見つけるんだ。どの場所で美味しいご飯を食べてるか、みんなと楽しそうに食べちゃうんだ。それをみんなで分かち合うんだ。だからいつも笑っている。みんなでニコニコ笑ってる。それがこの上ない喜びだよね。幸せ上手な達人たちは、柔らかい風を体中で浴びるんだ。どの瞬間にどんな風が吹いてくるか、感覚で分かって動いてるから。幸せ上手な達人たちは、記憶の使い方がとってもうまいんだ。本人が忘れていることを面白おかしくうまいこと話すんだ。
そこをそうやって捉えることができるの。そこをその角度から見てたの。なるほどね、わかるわかる、そうやって教えてくれたから理解することできたよ。でも見て見てよ、この場所であったその出来事が僕を助けてくれると捉えられてるのは今でこそわかるけど、一人じゃ絶対理解できなかったよ。ほら、君は十分すぎるほど素晴らしい。君がいてくれるだけでこんなにも僕は助けられているよ。ほら、君は十分すぎるほど素晴らしい。君が言ってくれた言葉が僕の心の矢印となっているよ。僕にできることはただ目の前の出来事にありったけのありがとうを届けていくことだよ。ほら、君は十分すぎるほど素晴らしい。君がいてくれるだけでこんなにも僕は助けられているよ。ほら、君は十分すぎるほど素晴らしい。君がいてくれた言葉が僕の心の矢印となっているよ。その元気な挨拶が僕の心にどれだけ大きく雄大で安らぎと幸せと勇気をくれる出発のエネルギーとなるのか知っていますか。その言葉を聞けたから僕の今日という一日は今まで生きてきた最高のどの瞬間よりもほんの一ミリだけ素晴らしい一日となりました。ということは君のおかげで僕の今日という一日が人生で一番幸せな一日を約束されたということだと今気づくことができました。あんなにも幸せな日があってこんなにも言葉にできないほど感動した日があったけれども、もしかすると今日という一日はその日よりも素晴らしい
一日になったのかもしれない。こんにちはと元気に挨拶をしてくれた君の存在は、君が思っている以上に、僕が思ってる以上に素晴らしい存在なのだと気づくことができました。この世紀の最高の大発見を、僕は一番最初に出会った誰かに思いっきり幸せ全開の笑顔で、五文字の言葉に込めて大きな声で伝えてみようと思います。こんにちは、この言葉を聞いてくれた目の前の人も僕と同じように、人生で一番最高だ一日となるんだろうな、人生で一番最高な一日となるんだろうな。たどり着けた今ここに、私のふるさと、ご先祖様も喜んで、嬉しくて楽しくてワクワクな気持ち、夢中になってつながっていく、あの日見た喜びは魂の記憶、音の流れに乗って無限大に、そこを選ぶことで心躍るままに輝いて、現れ誘われ懐かしく、望みは叶ってきたから、すべてはみんなのおかげさま、嬉しくて楽しくてワクワクな気持ち、夢中になってつながっていく、あの日見た喜びは魂の記憶、音の流れに乗って無限大に、
自分の得意で生きて、得意を分け与えて、補われ助けられて、いつも導いている大自然からの豊かな愛が嬉しくて楽しくてワクワクな気持ち、夢中になってつながっていく、あの日見た喜びは魂の記憶、音の流れに乗って嬉しくて楽しくてワクワクな気持ち、夢中になってつながっていく、あの日見た喜びは魂の記憶、音の流れに乗って無限大に、レディーノーテ無限大。